s m w m 2 9 s w m 2 9スミスウェイソンモデル29とはアメリカのスミスウェイソン社が開発した回転式拳銃である使用弾薬は44マグナム弾44スペシャル弾を使用する M1950 を原型としている1955年11月に発売された初期モデルでは フレームのサイドプレートを固定するスクリューが本使用されていた。しかし、方底面近くにあるスクリューが発射の衝撃で折れることがあり、1956年にその部分が組み合わせ式に改められた。1960年後半、重心長が4インチ、6.5インチの2モデルに8.375インチ重心モデルが追加された後年。 6.5インチ重心モデルは6インチ重心付きに改められた。もとと四44スペシャル弾用に開発されたラージサイズフレームである N フレームを採用しており、ワイドハンマー、セレーションの掘られたワイドトリガーを備えている。この頃はまだ弾薬の技術が未発達で、プライマーが破裂して、いてが噴き出した高圧ガスで怪我をする危険があったため、シリンダーのボタン部は、 弾薬がリムも含めて全体が入るように一段低くなったカウンターボアードと呼ばれる仕様になっている。グリップは木製で角張ったスクエアバットと呼ばれる形状である。照準器は消耗、リアサイトは通称 K サイトと呼ばれる上下左右に微調整可能なマイクロクロック型でサイトレディアスのフレーム上らからバレル部までに反射防止用のセレーションが彫られている。 調整フロントサイトは抜き打ちのしやすい、車体形状のランプタイプで、レッドインサート付きが標準仕様である。基本モデルの M29 では、材質がブルーイング仕上げとニッケルメッキ仕上げの、クロムモリブデン構成のモデルがそれぞれ存在する。M27 や M28 のような、大型ランプタイプフロントサイト、テーパードバレルを備えた軽量モデル。 同様の仕様の M629 マウンテンガンも存在。1978年に登場したステンレススチール製モデル。バレルのアンダーラグは M29 と同仕様のものとフルラグバレルとなったクラシックというモデル、そして3インチバレルを備えた ES というモデルが存在。2ートーン仕上げのステンレススチール製フレームを持つ、その名の通りの資料用モデルで、 バレル上部の一体がタピカティニーレールやカスタムマズルブレーキ、ドーブテイルドフロントサイトが備えられており、レッドドット、もしくはグリーンドットのオプティカルサイトも付属している。マットブラック仕上げのステンレススチールフレームモデル。パワフルな外観の7.5インチマグナポーテッドバレルを備えている。通常のハンターとは異なり、オプティカルサイトは付属していない。 スカンジウム合金製のフレームとチタン製のシリンダーを組み合わせた軽量モデル。その他 S&W パフォーマンスセンター製のカスタムモデルなどが存在する。発売当初は S&W 社の最高級モデルであり、内側にベロアが貼られたマホガニー製の化粧箱に入った状態で販売されていた。44マグナム団はレミントガーアームズ社とスミス ウェッソン社が共同開発した狩猟用弾薬で既存の44スペシャル弾のケース長を0.125インチ延長し装薬容量を増加させたものである357マグナム弾が158グレーン弾頭付きで重厚初速 1200fps 加速するのに対し240グレーン弾頭を1400から 1600fps で打ち出す性能を有する これは、357マグナムの2倍、45ACP 弾の3倍の威力に相当する。北米では大口径拳銃を使用したハンドガンハンティングが盛んであり、中型獣から大型獣までをカバーできる性能を発揮できることを想定して開発された。それゆえに、対人用として使用するには威力が大きすぎるため、米国では、 公的機関の執行官が携帯する武器としては禁止されていることが多い。M29 は357マグナム、44スペシャル、45ACP 弾用の大型フレーム、N フレームをベースに、44マグナムの発射プレッシャーに対応できる溶熱処理が加えられた専用フレームを使用する。近年、デザートイーグルやトーラスレージングブル、 S&WM500 の登場により、威力の面でワンランク下の弾薬であるとの見方をされているが、拳銃としては常識外れの威力である。また、映画、ダーティハリーで大柄なクリント・イーストウッドがしっかりと踏ん張って撃つシーンも反動の強さを印象付けるのに一役買った。自動車のエンジンを撃ち抜くことができるなど、実際の性能を誇張した風文が広まったが、これは、 50BMG 弾、12.7mm 重機関銃、M2 や、バレット M82 の使用弾などと同等のエネルギー、有する弾薬でなければ、不可能である。ダーティハリーの劇中でも、車そのものではなく、乗員を狙って撃っている。デザートイーグルの、50AE 弾、や、トーラスレイジングブルの45、454カスール弾、S、S&WM500 の、 500S&W マグナム弾の登場以降には世界最強の座を奪われている。なお、2007年1月現在における世界最強の拳銃用弾薬は 500S&W 弾自動拳銃弾に限れば 50AE 弾である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。